この家は私たちの家でしょ。早く出て行きなさい。顔を真っ赤にしながらそのように叫ぶ兄嫁。いいんですか？じゃあこの家のローン全額きっちり支払ってくださいね。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年が経つ。私と夫は大学時代の同級生で、学生の時は付き合ってはいなかった。だが同じ同級生の人が結婚をした時に、結婚式で再会したことをきっかけに2人で会うようになった。当時は単純に話しやすい男友達という感じだったのだが、現在の夫はいろんな経験を得てかっこいい男性になっていた。それで私は彼に惹かれ、そして私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を続けていき、私たちは結婚をすることに。彼からプロポーズを受けた時はとても嬉しかった。そして結婚式にはたくさんの同級生が参列してくれて、私たちの結婚を祝ってくれた。周りの人たちはまさか私が正人と付き合っているとは思っていなかったらしく、結婚の報告をした時はすごく驚いていた。だが私にとっては今までどうして付き合ってこなかったのかと思うくらいとても相性が良かった。彼とはとても波長が合い、一緒にいて落ち着くのだ。実際彼と結婚してからの生活もとても楽しくて幸せだった。夫はいつも優しくて、それでいて頼りがいがある。趣味なんかも共通のものが多く、私たちはよくアウトドアな趣味を楽しんでいた。休みの日にアクティブに動き、そして車で行くようなカフェやレストランでの食事を満喫した。旅行にもよく行っていて、日本全国を回ることを目標、いろんなところへ飛んでいった。そんな風に私たちはずっととても楽しい結婚生活を送っている。だが結婚して3年が経ったつい最近にとある問題が起きた。父さんが事故に遭った。なんと義父が事故に遭って病院に運ばれたという連絡が来たのだ。私と夫はすぐに病院へと駆けつけた。父さん大丈夫か？おう、すまんな、心配かけて。ちょっと今回は厳しいようだ。足を悪くしてしまってな、介護が必要な状態になってしまった。そんな。私たちは定年退職手前にしてこのようなことになってしまった義父のことを気の毒に思った。そして本題はここからだった。義母が私たちに義実家での同居と介護をしてほしいと頼み込んできたのだ。同居？お願いよ正人、私一人じゃお父さんのお世話をしながら生活をすることは難しいわ。不安な年寄りを助けてよ。そう言って頼み込んでくる義母。だが同居というのはそんな簡単に決められるものではない。夫はちゃんと妻と相談させてほしいと言って保留にした。そして私たちは家に帰ってずっと同居について話し合った。私も夫も義父のことはとても好きだった。いつも顔を合わせるたびに優しく接してくれて、人柄の良さが義父からはにじみ出ている。一緒にいるだけでとても幸せな気分になるし、そういうところは夫は義父に似たのだろうなと思う。一方で義母は割と癖のある人だった。自分が気に入った人に関してはとことん優しくするが、そうでないとかなり冷たくなる傾向にあった。だから同居生活を続けていった時に、私は義母から何かしら嫌な目に遭うんじゃないかという心配があったのだ。その点は夫も少し懸念していた。母さんって本当に差別がひどい人だからな。同居生活における心配の種は義母だったのだ。だが確かに義母一人では義父の世話をしながら家のことをやるのは無理だろう。私たちは散々悩んだ末に同居を承諾することにした。本当にありがとう。二人とも本当にいいのか？
ああ、父さんと母さんが快適に過ごせるようにしたいからさ。ありがとう。これからよろしく頼むな。義父はすごく嬉しそうにしていた。そして私と夫はすぐに賃貸マンションの部屋を解約し、そして義実家に移り住んだ。だがここで一つ問題が生じた。それは義母が全く介護をやってくれないことだ。私も夫も義実家に同居して、三人で介護や家事を分担するものだと思っていた。だが義母は、できる人がやればいいでしょ、と言って私たちに介護を押し付けて、自分は友人とお茶に行ったり、習い事に行ったりと、好き勝手していた。しかも私たちに頼ればいいという精神で、家事さえも一切しなくなったのだ。正直義母の言動には呆れてしまったが、私たちがやらないと義父がかわいそうだ。だから私と夫は二人で協力し合いながら、義父の介護と家事をこなしていった。そして私と夫は義父がより快適に暮らせるようにと、家の中をバリアフリーにすることにした。またそのついでに、いっそのことフルリフォームして、新築同然のように新しくした。わあ、家の中がまるで新築みたいね。思い切ってリフォームをしてよかったわね。義母は何にもしていないが、とても喜んでいた。義父は普段車椅子生活なのだが、バリアフリーの床になって、とても快適そうにしていた。毎日とても楽に移動できるよ。義父の笑顔が見られただけでも、私と夫はこのリフォームをしてよかったと思った。それから私たちはいつもの日常を過ごしていた。そんな中、ある日義父が私たちにこんなことを言ってきた。二人とも本当にいつもありがとう。もうすぐのぞみさんは誕生日だろう。お礼にいいものをネットで頼んでおいたから、よかったら使っておくれ。え、何ですか？義父がニコッと笑いながらそう言ったので、私はワクワクしながら楽しみにしていた。すると私宛ての宅配便が届いた。え、お父さん、こんなのもらっていいんですか？なんとそれは、ブランド物のバッグだったのだ。いつも本当に介護を頑張ってくれているし、家事もしてくれているだろう。それにリフォームのことについても、本当に感謝している。だから少しくらいいいものをと思ってね。ありがとうございます。大切に使いますね。こんなサプライズなプレゼントを用意してくれて、本当に嬉しかった。おいおい、父さんがこんないいものをあげちゃったら、俺の出る幕がなくなっちゃうな。夫はそう言って、頭をかきながら笑っていた。義父が本当に優しい人だから、介護生活は全然苦ではなかった。だがこのプレゼントをきっかけに、私は義母からの怒りを買ってしまうことになる。ちょっとのぞみさん、あなた主人に色目を使ってるんじゃないでしょうね。いきなりそんなことを言ってきた義母。いや、何を言ってるんですか。そんなことあるわけないじゃないですか。どうだか、あなたなかなかしたたかなところがあるからね。マサトを騙しつつ、主人を惑わしてこの家を崩壊させようとしてるんじゃないの。一体何のためにそんなことをしなければいけないんですか。この家の資産とか、主人の遺産を狙ってるんじゃないの。遺産って、まだ死んでもないのに、そんなひどいこと言わないでください。うるさいわね。あんた生意気な嫁だね。調子に乗ってると追い出すわよ。この家の主は私の旦那であり、私はその妻なんだからね。息子の嫁なんて立場が低いんだから、調子に乗らないでちょうだい。そう言って義母は理不尽に切れていた。この人は、きっと自分が一番に扱われないと気が済まないタイプなんだろうなと思った。だから義父から私がよくしてもらったのを見て、嫉妬したのだろう。だが介護も家事も一切しない上に、義父の早期退職金と年金などを当てにして生活をしている人に、あれこれ言われたくはなかった。
夫に義母とのことを話すと呆れていた。次に母さんが何かを言ってきたら俺にすぐ報告してくれ。俺が母さんのことを注意するから。うん、わかった。ありがとう。夫が味方になってくれてありがたかった。だが義母はそれからというもの、私をいびってくるようになった。ご飯がまずいと気分がなえるわね。今日のご飯は一体誰が作ったのかしら。私ですが。やっぱりね。あなたもっと料理の腕を磨いた方がいいわよ。そうやって私のことを罵倒してくる義母。ちょっと母さん、やめてくれよ。のぞみの料理は美味しいだろ。そうだぞ。私はのぞみさんの料理は好きだ。お前の料理はいつも濃すぎだからな。な、みんなひどいわ。そうやって私のことを寄ってたかって責めて。私には味方は誰一人いないのね。そう言って泣き真似をする義母。だが私たちは気にせず食事を進めた。夫と義父が味方だということは私にとってはとても心強かった。だから義母にも屈することはなかった。義母はだんだんとおとなしくなっていった。おかげで私は平和に生活をすることができている。だがそれから1年ほどが経った頃、義父が急に体調を崩して病院に入院することになってしまった。私と夫は心配して毎日義父のお見舞いへと通った。しかし義父の容態は日に日に悪化していっている。私と夫は義母にも見舞いに来るように言ったのだが、義母は面倒くさいと言ってこなかった。母さん、それはあまりにもひどすぎるよ。ふん、だってあの人はあなたたちの味方でしょ。私はあなたたちを信用していないの。そして義母は驚きの発言をした。今日から私はアキラのところでお世話になりますから。え、アキラというのは義兄のことだ。義兄は結婚をしていて夫婦で暮らしている。夫の話だと義母は義兄のことを溺愛しているらしい。というのも義兄は昔から勉強ができて超難関大学に合格した実績があるそうで、義母は昔から義兄のことが自慢で仕方なかったそうだ。私がここでひどい扱いを受けてるって話したらこっちに来いって言ってくれたのよ。だからあんたたちとはお別れよ。そう言って義母は勝ち誇った顔をしながら荷物をまとめ始めた。だが私たちにとってはこれほど嬉しいことはない。どうぞご勝手に出て行ってくださいという感じだ。義母が出て行ってくれて私と夫は生活がしやすくなった。無駄に家を汚くする人がいなくなったのはかなり大きい。その後も私たちは毎日義父の見舞いに行った。だが義父は日に日に体調を崩していき元気がなくなっていた。いよいよかもしれないと思いながら私と夫は覚悟を決めていた。義母や義兄夫婦にも夫は連絡をしていたのだが、彼らは一度も見舞いには来なかった。というのも義父は義兄と夫をちゃんと平等に扱っていたため、義兄を贔屓する義母と義兄から好かれていなかったそうだ。そんなことで見舞いに来ないなんてあまりにも幼稚すぎる。私はとことん彼らに呆れた。確かに義兄は自分が高学歴だということを自慢していてプライドの高そうな人だなと思った。そして義兄嫁も正月の集まりとかで会ったことがあるが、なんだか気の強そうで義兄と同じくプライドが高そうだった。そういうところは義母と似ているのかもしれない。私たちは義母や義兄夫婦には期待しないことにした。それから1ヶ月ほどが経ち、義父はさらに体調が悪化してそのまま息を引き取ってしまった。私も夫も義父の死をとても悲しんだが、そろそろだと覚悟していたので葬儀の手配や準備にすぐに移ることができた。義父の最後に立ち会って言葉を交わすことができたのも良かった。そして義父の葬儀が行われた。
葬儀にはたくさんの人が参列していて、義父の人望の厚さがうかがえる。葬儀にはさすがに義母と義兄夫婦も来ていた。だが三人ともつまらなさそうにしていて、片付けも準備も一切手伝わなかった。そして葬儀が終わるとすぐに帰っていった。まあ私たちとしては、葬儀中におとなしくしてくれていただけでありがたい。だがそれから一ヶ月ほどが経った頃、いきなり義母と義兄夫婦が家を訪ねてきた。いきなり来てどうしたんですか？義兄夫婦と義母は怖い顔をしながら私たちをにらみつけている。一体いつになったらこの家から出ていくのかしら。義母がそう言った。は？どういうことだ。夫と私は意味がわからず思わずそう尋ねた。すると義兄がため息をついた。お前はアホだと思っていたが、ここまで物事を理解できないとはな。そして義兄嫁も口を開いた。この家は私たちの家でしょ。早く出て行きなさい。ここにはこれから私たちが住むんだから。顔を真っ赤にしながらそのように叫ぶ兄嫁。この時私たちは彼らが何か勘違いをしていることに気づいた。そして夫と顔を見合わせてニヤッと笑った。いいんですか？じゃあこの家のローン全額きっちり支払ってくださいね。あ、ローン。私の発言に目を丸くする彼ら。ちょっと待ってよ。この家は主人の持ち家でしょ。ローンなんてもうかからないはずよ。お母さん、この家をフルリフォームしたこと忘れてます。それともただだとでも思ってるんですか？違うわよ。リフォーム代だってあの人が支払い終えてるんじゃないの？母さん、何にも知らないんだな。この家のリフォーム代は俺たちが、と言ってもほとんどのぞみが支払ってくれたんだ。そしてその時にローンを組むことにして、この家の名義をのぞみにしたんだ。ちょっと待ってよ。名義人はマサトですらないの？ああ、まあこうやって母さんとかが何かたかってきそうだなっていうのも想定して、のぞみの名義にしたんだ。そしたらあんたらの元にこの家は絶対に渡らないからな。そんな。ちょっとお母さん、どういうことですか？フルリフォームした広い家にタダで住めるっていうから同居を承諾したっていうのに話と違うわ。ちょっと落ち着いて。アキラ、あなたからも嫁に行ってやってちょうだいよ。はあ？何言ってんだよ。俺も妻と同じだよ。この家が手に入らないのにあんたと一緒に暮らそうとするわけないだろ。そんな。アキラ、あんた母親に向かってなんて口を聞くのよ。うるせえな。使えないやつのことなんてどうでもいいんだよ。義母も最低だが、義兄夫婦の態度はひどすぎるな。正直呆れてしまう。彼らは完全に仲間割れ状態となり、お互いを罵り合う時間となっていた。親子喧嘩ならよそでやってくれない？それともここに居座って警察を呼ばれるのを待つの？警察というワードを出すと、途端に彼らは慌て出してすぐに出て行った。その後、義母は義兄夫婦の家を追い出されたらしい。私たちのもとに助けを求めてきたが、問答無用で追い払った。ちなみに義兄は、学歴は高いものの、あの性格の悪さのせいで、出世が全然できていないらしく、自分よりも明らかに学歴が低い人たちにどんどん先を越されているらしい。やがて義兄嫁はそんな義兄に愛想を尽かして不倫に走り、現在は泥沼の離婚劇を繰り広げているそうだ。そして義母はなんとかパートを見つけて、安いアパートに一人寂しく暮らしているらしい。何度も謝罪のメールが届いて、このままだとまた突撃されそうなので、私と夫は家を売って引っ越した。リフォームしたことで家は高値で売れたのでよかった。現在は高級マンションで
夫婦仲良く暮らしながら毎日楽しい日々を過ごしている。これからも私は夫といろんなことを乗り越えていきながら幸せに生きていきたいと思う。もうこんな貧乏人がうちにいるなんて限界だ。帰れ。ちょっとあなた何をしてるんですか。やめてください。すると彼が私と父親の間に入り、私を掴んでいる手をはたき落とすと父親をにらみつけた。お前は騙されていることがわからないのか。たこ焼き屋の娘なんて俺の財産を狙っているだけだ。私はこの言葉に思わず笑ってしまった。貴様、何がおかしい。財産、誰のですか。もしかしてあなたのですか。私の父親より稼いでないでしょ。キャリア官僚が年商8億稼ぐんですか。無理でしょう。私は望み、現在主に父親の仕事を手伝っている。その仕事はたこ焼き屋さん。私の担当は父親のたこ焼きを世界中の人に知ってもらうために営業をかけることだ。父親がこの仕事を始めたきっかけは母親が他界したことにある。それは私が中学生の時だ。病に倒れた母親はあっけなくこの世を去った。その現実が受け止めきれなかった父親は仕事を辞めお酒に逃げ、毎晩仏壇の前で泣いていた。私は高校へ進学するものだとばかり思っていたが、荒れ果てた父親にお金を出してはもらえないだろうと判断し、進学を諦めた。そして中卒で働き始めたのだ。そんな私を見て父親は以前の姿を取り戻し、たこ焼き屋を始めた。私も仕事の兼ね合いで営業の仕方や経理などを習得していたから、父親の仕事を支えもっと大きくしたいという気持ちで奮闘していた。そしてその甲斐あって地元では有名なお店に成長したのだ。そんなお店を見て私のモチベーションも上がる。その日、私はいつもひいきにしてくれている社長のもとを訪ねた。すると社長はニコニコとしながら応接室へ招いてくれた。呼び立てして申し訳ない。忙しい中時間を作ってくれてありがとね。でも今日は仕事の話ではないんだ。これを見てくれるかな。すると秘書が冊子のようなものをテーブルに置いた。失礼します。私はそれを手に取り中身を確認する。え、これは初めて見るお見合い写真というものだ。そしてそこには優しそうな好青年が写っている。お見合い写真ですか。そうなんだよ。この子ね、とてもいい子なんだよ。のぞみちゃん、今付き合ってる人いないんだったよね。まあ、はい、そうですね。じゃあ一度会ってみない。社長の目がキラキラとしている。これはいつもお世話になっている社長だし断れない。わかりました。おう、いいね。じゃあ来週の週末開けといてね。その一週間後、あっという間にお見合いの日がやってきた。父親も急な話に驚いていたが、お世話になっている社長からの話にまんざらでもなさそうだ。スーツなんて久々に着るな。大丈夫、意外と似合ってるよ。父親がスーツを着るのは会社員時代ぶりだ。私は当時の父親を思い出し懐かしい気持ちになった。いい人だといいな。まあそうだね。正直結婚を意識したことのない私には社長の付き合いくらいの感覚だ。お見合い場所の料亭に着き、私と父親は中井さんに部屋へ案内され、襖が開いたと同時に写真に写っていた男性と目が合った。
先についていらしたんですね。お待たせして申し訳ありません。約束の15分前ではあるが、先方が先に待っている形となった。男性に視線を向けると、こちらをじっと見つめている。はじめまして。この度は急なお話にもかかわらずお越しいただきありがとうございます。彼の母親はとても綺麗な人で、気品がダダ漏れだ。しかし彼の父親は無然とした表情を崩さない。こちらこそ、この度はこのようなご縁を頂戴いたしましてありがとうございます。社長さんから伺っている通り、のぞみさんは可愛らしいお方ですね。のぞみさんは営業をしながら経理も担当していらっしゃるんですって。はい、父親の仕事をそのような形で手伝っています。いいわね。大学ではやっぱり経営を学んでいらしたの。お父様もご優秀な娘さんをお持ちで羨ましいですわ。はい、私にはできすぎた娘です。今度ぜひ私にもご教授いただけないかしら。そんな、人に教えられるほどのものではございません。まあ謙虚なお嬢さんですこと。社長さんのご贔屓ということは、さぞかし優秀な大学を卒業していらっしゃるのね。いえ、私は中学を卒業してからずっと働いていますので、大学には通っておりません。そう伝えた瞬間、今まで仏頂面で黙っていた彼の父親が声を荒げた。話が違うじゃないか。似合い相手が中卒なんて聞いてない。そんな学歴のない者が息子と会うわけないだろう。しかも聞けば父親はたこ焼き屋だって言うじゃないか。そんな貧乏人と俺の家族が釣り合うはずがないだろう。ちょっとあなた、およしになって。わかってるのか、こいつは中卒だぞ。彼の父親は私を指差しわめいている。お前が止めようと、俺は事実を言っているだけだ。俺様はキャリアだぞ、官僚なんだぞ。キャリア官僚の息子の嫁候補が中卒、そんなことがあってたまるか。確かに社長から聞いて、彼の父親がキャリア官僚であることは知っていた。しかし自ら、俺様はキャリア官僚だと口にする目の前のおじさんにげんなりする。のぞみ、帰ろう。父親は優しい笑顔を私に向けた。とっとと帰れ。私もあなたのような人と親族になることは我慢ならない。あなたに娘の何がわかるのか。こんな人がお国の代表なら世も末だ。何、貴様誰に向かって物を言ってるのかわかってるのか。ええ、頭の固い、肩書きにしがみつくことしかできない目の前のキャリア官僚にですよ。お父さん、ありがとう。私たちが帰ることは構いませんが、逆に大丈夫ですか。親が親なら子も子だな。二人してわけのわからないことを。そうですか。では失礼します。待ってください。帰ろうとした私たちをお見合い相手が引き止めた。父の非礼、私がお詫びします。大変申し訳ございません。しかし私はのぞみさんのことがもっとよく知りたい。え、私は思わず素で聞き返してしまった。今のやりとりのどこに知りたい要素があるのか謎だ。しかし彼の顔は真剣そのものだ。トウさん、帰ってくれ。お前はまた何を血迷ったことを言っているんだ。こんな女、遊び相手にもならないだろう。もうトウさん、恥ずかしいから黙ってくれよ。俺の気持ちの邪魔をしないでくれ。そうよ、あなたはいつもいつも肩書きばかり。今日だって本当はあなたを連れてきたくなかったのよ。それなのに誰よりも行く気満々で。今日の主役はあなたじゃないのよ。
息子とのぞみさんでしょ。私の目の前でかなりヘビーな家族喧嘩が勃発している。それを私と父親はあっけに取られながらただただ見つめている。もうあなたは帰ってちょうだい。彼の父親は妻と息子から猛攻撃に遭い、タジタジになりながらも、俺は悪くない。と捨て台詞を残すと、逃げるように料亭から姿を消した。本当に、お恥ずかしいところをお見せしてしまってすみません。いえいえ、こちらこそ、ご主人に無礼を働きましたから。無礼だなんて、夫の言葉を借りるなら本当のことを言ったまでですわ。彼の母親はとても憤慨していたが、なんだか可愛らしい人だと思った。のぞみさん、父のこと本当に申し訳ありませんでした。しかし私が先ほどお話しさせていただいたことは本心です。ぜひ次の機会を設けていただけないでしょうか。彼は不思議と嫌な感じはしない。父親の顔を見るとニコッと笑った。ではまた日を改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。眩しい笑顔だった。それから数日後、私は彼と二人で食事をし、たくさんのことを話した。彼は母親になのか、あの横柄な父親とは似ても似つかない。私を見下すようなことはしないし、逆にこれまでのことを尊敬に値するとねぎらってくれた。そしてその後も何度か交流を重ね、彼との交際が始まったのだ。馬のあった私たちは、その後、数ヶ月で結婚の話が上がり、私は再度、彼の両親と会うことになった。私は彼の、父さんのことは任せて、という言葉を信じた。のぞみさん、待ってたわ。よく来てくれたわね。嬉しいわ。私もまたお会いできて嬉しいです。お邪魔します。リビングにお邪魔すると、相変わらず仏頂面で彼の父親がふんぞり返って座っている。のぞみさんはチョコレートがお好きなのよね。今日はチョコレートの焼き菓子を作ってみたのよ。お口に合うかしら。ありがとうございます。いただきます。私もそれを口にし、おいしいことを伝え、その後も三人で話は盛り上がる。そしてそれが気に入らない彼の父親はいきなり立ち上がったと思ったら、私の手を掴んだ。もうこんな貧乏人がうちにいるなんて限界だ。帰れ。ちょっと、あなた何をしてるんですか。やめてください。すると彼が私と父親の間に入り、私を掴んでいる手をはたき落とすと父親をにらみつけた。お前は騙されていることがわからないのか。たこ焼き屋の娘なんて俺の財産を狙っているだけだ。私はこの言葉に思わず笑ってしまった。貴様、何がおかしい。財産、誰のですか。もしかしてあなたのですか。私の父親より稼いでないでしょ。キャリア官僚が年商8億稼ぐんですか。無理でしょう。父親のたこ焼き屋はフランチャイズを展開し、多くの加盟店を抱えている。そして冷凍食品でも多くの売り上げを上げているのだ。全くあなただってのぞみさんのお父様のたこ焼き好きでよく食べてるじゃない。スーパーに行くたびにあのたこ焼き買ってきてって言ってるじゃないですか。え、あのたこ焼きって。そうですよ、あれはのぞみさんのお父様のたこ焼きですよ。うちもいつもお世話になってるのよ。ありがとうございます。ここまで見下されなければこのことを言うつもりはありませんでした。ただあなたがバカにしたたこ焼き屋はあなたの年収では足元にも及ばない年商を誇っています。だからあの時、大丈夫ですかって聞いたんですよ。
そこで察してくれれば全てが丸く収まったのに、ただの負け惜しみとでも思ってたんでしょうね。言動を顧みてくれればあなたのプライドは守られたのに。残念です。彼の父親の顔は明らかに引きつっていた。しかし引くに引けなくなっているのか、まだ反省の色を見せない。だったら何だって言うんだ。俺がキャリアであることは変わらない。知識だって頭脳だって俺の方が豊富だ。あれ、さっきまで貧乏人って罵ってませんでしたっけ。本当、父さんには呆れるよ。絶対に自分の非を認めたくないんだね。だったらこれはどうかな。彼は一枚の写真をテーブルに置いた。この写真を見た彼の母親と私は目が点となる。そこには彼の父親が若い女性にデレついている姿が写っている。すると彼の父親がものすごい勢いで写真に覆いかぶさった。その姿に私はちょっと笑ってしまう。しかし彼の母親は能面のような顔つきに変わる。まだあります。一枚出しては彼の父親がそれを奪う。また一枚出してはデジャブが繰り広げられる。そして最終的に彼は大量の写真を宙に投げた。バラバラと舞い散るデレ写真たち。彼の父親は顔面蒼白だ。あなた、みっともない真似はおやめになって。やっぱりあなたは浮気を働いていたんですね。これは違う。何かの間違いだ。これはそう、断れない政治家との接待だったんだ。先生たちを愚弄するのはおやめなさい。この写真に写っているのはあなたと女性だけじゃないですか。違う。話せばわかる。後に聞いた話では彼の母親は父親の浮気を疑い、彼に相談を持ちかけていた。そして彼が興信所を使って父親の動向を探ったところ、真っ黒な証拠が上がってきたそうだ。何がキャリア官僚だよ。恥ずかしい。違うんだ。これには訳があるんだ。言い訳すんなよ。見苦しい。確かに父さんは学歴だけはあるよな。日本一の大学を卒業している努力はすごいと思うよ。でもなんだよ、これ。こうやって頭の固い官僚は失脚していくんだよな。情けない。父さん、官僚続けられなくなったら何すんの。何もできないだろう。学歴も無駄とは言わないよ。でも俺は生きていく力がある人を尊敬するよ。そうね、あなたの言う通りだわ。私は今まであなたの全てをフォローしてきたつもりです。その傲慢な態度も無礼な発言も全て我慢してきました。全ては息子や私の両親に心配をかけたくなかったからです。あなた、ここまでご自分の力のみで成り上がったとお思いですか。そうではないはずよね。私の両親にあなたは数多く助けられていますよね。残念ね。今日であなたは後ろ盾も家族も失うのね。これも後に知り得たことだが、彼の父親がキャリア官僚であることは間違いない。しかしこれは彼の父親が一人の力でつかみ取ったものではなく、彼の母親の両親の後ろ盾があって手にできたものだった。彼の父親はそれを自分の能力と過信し、省での評判は良いものとは言えず、若手の官僚や同僚たちからも敬遠されていた。そして後日、彼の父親は省を退職したのだ。何でもこの事実が瞬く間に広がり、浮気相手は同じ省で働く期間業務職員だったことで、プライドの高い彼の父親は周りの目に耐えられず退職に至ったということだ。もちろん彼の両親は離婚した。彼の母親は多額の慰謝料を請求し、
彼の父親はその支払いに追われた。そして彼の父親はキャリア官僚の天下りを目論んでいたようだが、途中退場の上に理由は浮気だ。これでは自身のプライドが許すレベルの転職は不可能だった。そして今では人目を避けるようにレストランの厨房に入り皿洗いの仕事をしていると聞く。一方、私は彼と年内に結婚する予定だ。結婚後は彼の自宅で彼の母親と共に生活するつもりだ。彼の父親が目の前から消えたことで未来が一気に明るくなった。これからの新しい人生が楽しみで仕方がない。